車は初めて見た。どういったの？カシンカシンカシン。そうだ、無料だ。無料だね。はい、はい。やっと始まった。皆さんおはようございます。駅長の河原井です。今日は常総学院、お迎えしました。常総学院は表で野外でやるのは絶対やらないということだったんですね。それで私は、やる2ヶ月3ヶ月前理事長の桜井さんのところへ押しかけました。八郷の自宅に。それで出てくれなければ帰らないって迫ったんですね。そしたらまああなたの息に惚れたからやらせるって言われて、そこから大津先生、元津先生に電話してやれということで実現しまして、今日は片山明先生ですけどご紹介します。皆さん拍手で、の式で行いますが、ということで実現しました。空の駅は年間250本の岸がいじみた本数のイベントをやっております。その中でも巨大なお祭りみたいなものを、日本一の卵祭りとか、から牛乳祭りとかやってますが、その中でも子どもたちに支えられたイベントはたくさんあるんですね。でさらにその中でこの高校生あるいは中学生の吹奏楽ブラスバンド、こういうものが大きなメインになっております。一つは大洗ブルーホークス、それから水戸ブルービギナーズ、この2つが双璧ですね。それから地元の実り中学校、これが常に東関東チャンピオンになってるって感じです。で常総学院も先だって9月8日の日に、東関東チャンピオンになりまして、あ関東チャンピオンかな、あ東関東ですね。それで、全国大会10月の21日に全国大会に出ることになりました。過去18回ぐらい優勝してましたね、確かね。14回ですか、14回優勝してましたけども、今度15回目の優勝間違いないと思います。今日は子どもたち63名ですかね、子どもたちが来てくれました。いずれも美男子美女ぞろいで、音楽だけでない楽しみもあると思います。一つ最後まで3ステージありますので、オープンが30分、交通事情で遅れましたけども、この後1時半それから3時までありますので、最後までごゆっくりご堪能ください。先生から一言ありますか。いいですか。はい、それでは早速入ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
奏楽部です。本日はお忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。短い間ではありますが楽しんでいただけるようにたくさん練習してまいりましたので、一緒に盛り上がっていただければと思います。1曲目お送りしました曲ダンシングクイーンでした。2曲目用意しています曲は栃木県群馬県で親しまれている民謡ヤギ節の方をお送りいたします。日本の楽器ですね。和太鼓や締め太鼓そしてちゃんちき樽などを用意しておりますのでそちらの楽器にもご注目ください。それではお願いいたします。情景を思い浮かべながらお聞きいただければと思います。それではお願いいたします。
山大和、よく吹奏楽部の演奏の中で出てくる曲になります。ぜひ口つさんでいただいて一緒に歌っていただければと思います。それではお願いいたします。歌詞の一つ一つがですね、今一生懸命毎日練習をしている部員たちにとても当てはまる曲で、毎年毎年こちらの方演奏させていただいております。歌詞にも注目をしながら、そして演奏の方にも注目していただければと思います。それでは準備ができたようですので、お聴きください。誰にも見せない
ございました。続いてお送りします曲は野球応援のメドレーをお送りしていきたいと思います。上層学院吹奏楽部なんですが、総勢118名で、毎日活動しております。でレギュラーっていう風な一軍の方ですねが55名で活動コンクールを中心に行っているんですが、上層学院というのは野球を想像する方が多いかなと思います。野球応援ですね、球場で一生懸命吹いていたのがここにいるメンバーになっております。ありがとうございます。本日なんですが、ちょうど水戸市民球場でですね、野球部試合をしておりまして、私先ほど速報の方見たんですが、6回裏、8対1で今勝っている、状況になっております。ぜひですね、ちょっと遠いんですがこちらからも、応援を届けたいと思っておりますので、掛け声の中にございます。皆さんも一緒に、やっていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは野球応援メドレーよろしくお願いします。
前に出しまして、踊りを入れながら行きたいと思います。次の曲、学園天国をお送りします。それでは来てください。少々緊張しているようですが、皆さん温かい拍手でお迎えいただければと思います。しまいました。最後、元気に終わりにしたいと思います。最後の1曲、情熱大陸をお送りいたします。
踊りなどもありますので、ちょっとそちらに注目して、見ていただければと思います。シングシングシングお送りいたします。用意しておりますので、曲目の方一緒なんですけど、お聴きいただければと思います。本日は誠にありがとうございました。これから病院なんですよ。あのお母様が見えるか
番休んで、休んだから休んで、で、3時まで来るから、3時、休んで、今戻ってくる、3時を見るから、これ3時を見るでしょ、3時ね。おばさんも89歳なんですよ、雨が危なくて、みんな親戚の人が行ってきたら、私が行って、あの病院に、あの、